はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今からね、ラビエ、LL700 のね、ハードディスク交換 やります。まあ実はねもう途中までやっちゃったんですが、これもともとついていたのがシーゲートの500ギガです。500ギガね。これがこういうふうに入ってたのかな。あ、そう、そうだよね。こんなふうに入ってました。500ギガ入ってました。はい。で、最初ね、こちら側のネジを外しちゃったんですよ、実は。で、あれこれハードディスクついてねえぞと思って、変だなと思って、こっち外しましたら、ハードディスクが出てきました。こんな感じでね、カバーがついてたもんですから、ここのネジ1本を外します。で、ハードディスクがね、まあ、どちらが裏でどちらが表かってわかんないんですけど、まあ、こんな感じでね。で、真ん中に切り欠けありますので、ちょっと真ん中っていうか、いくらか端っこに寄ってるんですけど、これ逆差しはできません。こういうふうにはさせません。で、これがこんなふうに刺さってました。ここにね。で、これが結構貫音がきつくてなかなか抜けません。ですからここに端子があるんですが、端子の間に、マイナスドライバーを入れてね、ちょっとずつこう隙間を作っていかないとなかなか抜けないです。あれで最初はね、あれこれどっかネジで止まってんのかなと思うくらい硬かったんでね、ネットなんか調べるとこの黒いリボン、ここに黒いリボン、よくちっちゃい ラジオとか、そういうのに電池を取りやすくするために黒いリボンついてますよね。あれと同じ感覚で、この黒いリボンをちょっとこちら側ね、こちら側に、こう横にスライドさせるように引っ張れば抜けますよって書いてあったんですけど、全然抜けません。そんな簡単に抜けないです。はい、まあ一番いいのはね、この黒いリボン使わないで、このマイナスドライバーでね、ちょっとずつこじっていくのが一番、あ、これプラスだ。このね、マイナスドライバーの平べったいところでちょっとずつこうずらして、まあ最初ギュッと入ってたのがちょっとずつこうこちらに反対側にね、スライドしていって外すという感じの外し方が一番ベストかなと思います。はい、で、これを、SSD に変えます。あれ ?SSD どこやっちゃったろうか。あ、あったあったあった。これがね、今回入れる、SSD です。なんて言うんだろう。DREVO。なんて読むんだろうね。読めない。ローマ字読みでも読めません。の 120GB っていうのがねあるんで、それを入れたいと思います。で、切り欠きがあって、真ん中よりもちょっと奥にね、切り欠きがずれてますので、それに合わせて入れていきます。よいしょ。これがね結構硬いんで、ちょっと気合い入れて入れないとうまく入んないのかな。よいしょと。よいしょと。よいしょ。これで多分入ったんでしょう。あ、これ簡単に入りましたね。これ抜くときはね、結構大変でね。はい。これで多分入ってるんだと思います。これだったら多分、この黒いリボン引っ張るとスポッと抜けそうですけどね。この標準のハードディスクは、いやいやいや、これは抜くの大変 でした。はい。じゃあ、終わりましたんでね。多分これ、慣れれば、もう5分もあれば簡単に終わっちゃうよね。そんな、あまり難しい作業ではないです。はい。それで、蓋をして、よいしょと。これもね、今回ちょんぼんやってまして、なんかパッと見たらね、ネジ山が大きく見えたんですよ。
で、あ、普通のドライバーで大丈夫だと思ってね、普通のドライバー持ってきたら、あ、全然入りませんでした。さすがだよね。やっちゃいまして。普通こういうパソコンは精密ドライバーだよね。あの、ディスクトップじゃないんで。あららら。よっこいしょ。はい、ということで、はい、これで SSD、ハードディスクからね、SSD の方に、入れ替えが完了しました。この後はね、OS の、インストールになります。よっこいしょ。ちょっと準備があるんでね、一回止めますね。だから、これが、こう開くと、手前がね、キーボードでこういうふうになってますよね。で、これをくるっとひっくり返して、ひっくり返してどっち側なんだ？あ、こっち側だ、こっち側。このキーボードの、ここだな、ここで なんて言うんだろう。なんていうかな、呼び方わかんないけど。それの裏側ですね。右手前の裏側のこのネジを外せば、ハードディスクが交換できますっていう動画でした。いや、言ってる方もない。よく理解してないもんね。これを初めて見る人は全く理解できないんじゃないかなと思う。あ、まあ そんなわけでね、ちょっと関門がきついんで、諦めずにちょっとずつ頑張ればなんとかなりますよという動画でした。じゃあここで一回止めます。